中村和夫のバスケットクリニックニュースです。先週末はクリニック行かれましたね。先週も言ってましたけれども、泉中学校に再び行かれました。お写真とともに振り返りましょう。本当はね、女子だったのよ、はい、だって女子だったの、うん、そしたらコナ先生が男子もいるわけよな、うんうん、大変だったこれが男の子みたいだけど女子です。女子、はい、ね、うん、そう、あのなかなかだった。まあ市内ではあの優勝狙えるようなチームなんだ。でも秋田は圧倒的にあれが強い、大館東な、はい、ここはだから俺が水曜日、はい、次行くんですもんね。大館東行く、行ったら、うん、泉大館行くのって気にしてる。行くよ。そりゃもちろんですよね、ライバルですからね。うん、でもまあ大館もちょっと気に入ったから、うんうんうん、ね。で、うん、泉はね、コナ先生がまあいるから、うん、それで斎藤先生って女子は小川の人なんだ。うん、まあ人、それでまだ講師かな。うん、けど受けないってもう受けないで、そういう人もいるんだな。採用試験受けずに、採用も受けないで、うん、ずっと講師のままで試験受けてないって。のけどバスケットは熱心な、うん、いつも行くとやっぱ強くするのチームを、うん、その斉藤先生はね。いやでもね、女子1回だけだったから、うん、最初俺に慣れるまで時間かかるわけよ。うん、そうだよな。俺もだよ俺もな。それで俺のこの行動とかこういうのが俺あ喋っててもそうや、あちこち飛ぶから大変だわけこいつら、ね、でもまあね、いい選手はいたな、2人いてね、後からね、いやセンターの子でね、おとなしい子がいて、なかなかゲームはね、体張ってって、それ分かればもうちょっとそいつを中心にやればよかったかなって。だからいつか行くか最初だったら緊張して、もうあのボスはね、構えるよ、うん、身構える、それ慣れたらな、もう親の方が身構えてる。いやだからそう、そう、うん、子供親御さんもみんな見に行ってて、親御さんも緊張してるから、そう、もう独特な体育館の雰囲気でしょうね。なるの、俺はな、ピンとこう張り詰めたような、俺はもう独特なの、入っていった瞬間からこうね、初めてだとね、なかなかそれをこうね、あの解くのに時間かかりますよね。でもまあコナ先生がいて、カズして息子が、はいはい、こいつおかしいでしょ琉球大学、はい、おかしいでしょ、何しに行くんだよそれは。このカズ、これはおかしい、秋田高校の、はい、それでバスケット部に入ってないの、ハピネスを手伝ったりしてバスケットコーチやりたい、はい、それでね、琉球になぜかったら、アシスタントコーチなんかやってると、ハピネスのアンダーなんとかやってる時に、はい、優秀なコーチがいて、それが琉球行ったんだって。そこいたから行くって。それでだから、いやそのカズシっていうの、ね、この前のなんかなんとか試験を受けてどうだったっていうの、うん、全然楽勝だと思いますとかって言うと言ってるけど、琉球行くなよって本当好きなの将来バスケットコーチやりたいって、ね、もうね、面白い。その師匠を追って、そうです、そうです、それで大学決めるんですね。そう、それで桶谷がヘッドコーチじゃん、あ、上の、はいはいはい、だから俺のとこ来た時に桶谷に電話した、で電話代わってもらって、そしたら桶谷があの2人、あのお父さんと試験のあれ行ったら丁寧に対応してくれてて、あ、よかったね、それは、ね、まあ、お前4年間の間桶谷に首なんなきゃいいなっつって。へえ、そうなんですね。子どもさんがいる時にそういうとこへ行けるような今環境なくて、みんな今はな、すごいな、ちゃんとその自分の目的達成のために自分で調べてこうやっていくっていうね。普通親父は秋田大学だよ、秋田、普通秋田大学でいいだろうがな、どうせ琉球だ、目的があるからね、本当にもうね、あの和志ってやつ、名前がまだ和志つけるなって和志って、ほら、あの選手だってここへ行きたいって言ったらもう
そこを探してきていくもんな。いや、だからね、今の子わからない。あの吹奏楽部は、うん、あの今、名音がすごいんだって。名音は。それで次男がシンジっていうのが、うん、やんちゃ坊主がいたの、うん、で、どうすんだって言ったらね、いや、そこ行って吹奏楽部に入りたいって。今わからない。だから、いや、実際何がいいかわからない、うん、あの、人生な、うん、そうなんだよ。付属だからって言ってことねえんだよ。なんかどういう選択をね、子供たちがしていくかっていうのが、ね、いや、でも、わあ、面白いな。本当ね。そう、まあね、この先生もそういうタイプだから、うん、もうできたらバスケットだけやっていたいというタイプだから。だからしゃあねえんだ、息子のことも言えない。いずれ秋田に戻ってきてくれると嬉しいですけど、ね、そういう人がね、うん、そういう人は本当 ね、はい。で、土曜日が、まあ、泉中でクリニックで、日曜日が秋田県の新人バスケットボール大会、高校生の大会ですねに中村さん行かれました。結果早速ね、見ていきましょう。まずは男子から、はい、なんと優勝が秋田工業。勝つ順の勝つだろうな。でもひどいよ。内容的にはまだまだって感じですか。まだこの新チームは1回行ったか、うん、1回行った、はい、1回行った。それ でも今考え中。なので今これ見て、新人戦なんだけれどもね、うん、これあの能代さん入ってない。そうですね。そういうな流れというか、うん、そういうことも今起きているんですよね。南高も強いよ。南高。でも全体的にはね、うん、大曲工業分野少なかったけど、うん、ヘッドコーチ、その先生、うん、先生だと思うんだよな。こいつが一番気合入ってた。へー。もうこの4位ね、この大曲工業。県南からただ一つ気合が入ってよかったな。気合が入ってよかった、うん、注目ですね。女子の結果もご覧ください。湯沢湘北高校が2大会ぶり10回目の優勝です。そうか、はい、去年中央でしたもんね。人数少なくて、ね、少ない。また少ない。今年も少ない。8人ぐらいかな、うん、全部で。だから5対5できないわけよな、はいはい、もうな、今度ぜひ入学してほしいな、うん、中学生、ね、中央高校に。簡単に入れないんですよ、うん、あるレベルがないとな。お勉強の方もね、そうですね、進学校ですからね。やっぱりね、全国大会経験したり、そういう子供さんたちいるとき、やっぱりやれるんだっていう気持ちになるから、うん、頑張ってほしいよな、みんな。優勝した男子の秋田工業、そして女子の湯沢湘北は東北大会に進みます。2月に開催されますね、山形で、はい、またこの結果についても後ほど。2位のチームも行くん違うか。1位も多分2つ行くんじゃないか。そうですね、1位、うん、2位の、あ、そうですね、うんうん、じゃあ全部で、まあ、4チームが東北大会に進むということでしたので、まあ、東北もね、レベル高いですから。高くない。え、まあ、北勢どうなんでしょうかね。本当高くないもん、うん、弱いね今。あ、へえ、うん、まあ、ちょっと2月に東北大会あるということですので、こちらの結果もおいおいお伝えできればと思います。でですね、まだまだありまして、なんと中村さんのお孫さんからお写真が届いたそうで、ご覧ください。これ違う、これはレオンってね、はい、福岡大堀で、それで福岡のプロになんとか、あ、なんとかレオンライジングゼファー福岡ですね。それで、そう、それに入って、B2、それで千葉でゲームやるって言うから、うん、それで近いから見に行って、それで女性の人がお母さん、レオンのお母さん、でかいの、はい、バレーボールやってて、やっぱりすごいいい選手だった。いや、確かに、だって中村さんのお孫さんも182cmある、ね、っていう話でしたもんね。そうだよ。お母さん大きいですよね。このレオンっていうのが2m5 ぐらい、4、5あるんだもん。
なだから全然レベルが違うんだよな。3人のレベルが違うんだよな。感覚がね、分からなくなりますよね。お女性の方だから80いくつあると思ってない、なかったか。そう、お孫さん、そう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 、実業団でやっていい選手だったんですね。そうで、このレオン選手と中村さんのお孫さんの小さい時のお写真もいただきましたよ。それ小さい時も合ってるから、レオンがこの同じ年ですよ、レオン。この時から大きかったじゃん。この頃、この頃から俺の知ってる高校がみんなレオンを欲しいよ、欲しいよ、な。で、俺はそれは触れない。そしたら俺と全く関係ない大堀に行った。へー。ね、これ何歳ぐらい？小学校？小学何年だろう？中学年くらいかな。ね、そう。もうだって後ろの大人の男性とほぼ同じ身長ですもんね。同じだもん。でかかったもん。小学校の時から大きかった。一応小学からだから注目されてた。へー。これがこうなると、これレオン選手はあれなんだよな、ウィンターカップの時出てたんだよね。出てたんだよな、ね、で今度もいや、あの第一と決勝やって大活躍して優勝してんだよな、はいはい、新人戦はもうめちゃくちゃ注目してんだみんな。俺はできたらアメリカ行けって今2年生2年生2年生ね、どうするのかな。注目の選手です。そうですね、うん、スリーポイント持つから。ファジーカスに似てるの、あ、うん、足の遅いのがそれで、それでスリーポイント持ってパスもうまいの、はい、だからファジーカスを、いやでもお母さんたちがお父さんお父さ ん, 父さんファジーカスお父さんって呼んでるねえ、いや、うん、でも、まあ、今福岡の、ね、チームでやってるということで、ね、これからまた注目の選手、うん、そう入ってくるかな、ね、どうだろうな。まあ、アメリカにも挑戦してもらいたいですけど、はい、これから期待の注目していきましょう。